ビオチンは、ビタミン B 群に分類される、水溶性ビタミンの一種で、ビタミン B7 とも呼ばれるが、欠乏症を起こすことが稀なため、単に、ビオチンと呼ばれることも多い。栄養素の一つ。古い故障で、ビタミン H、補行素 R。1927年、酵母の成長促進させる成分をボアズが発見し、ビオスと命名、1936年、 オランダのケーグルにより卵黄中から単離された。1931年、グヨギーが皮膚との関連からドイツ語王からビタミン H と命名。また、生体内において果たす役割から補行素 R と呼ばれることもある。また、古くにはマウスを用いた動物実験において生卵ジロの大量投与によって皮膚に生じる炎症を防止する因子として報告された。 ビオチンは光、酸、アルカリに対して安定だが熱に対しては不安定である。水溶性なので有機溶剤には溶けない。食品加工によって一部損失する。ビオチンはすべての生物種に必須の栄養素だが生合成できるのは一部の微生物やカビ、植物だけである。食物中のビオチンはビオシチンや ビオチニルペプチドなどタンパク質と結合した状態で、ビオチニラーゼによって有利型となって利用され、サプリメントに含まれるビオチンは元から有利型であり吸収されやすいとされる。有利型となったビオチンは、小腸で吸収され、さらに、ホロカルボキシラーゼと合成酵素によって、カルボキシラーゼの補酵素となる。カルボキシルキテン酵素の補酵素として働く。 特にビオチンを補い酵素として持つ酵素の一群をビオチン酵素と呼ぶ。この中には、糖代謝に関与するピルビン酸、カルボキシラーゼ、脂肪酸合成に関与するアセチル COA カルボキシラーゼや、アミノ酸や、脂肪酸代謝に関与するプロピオニル COA カルボキシラーゼ、アミノ酸の一種類芯の代謝に関与する酸、メチルクロトニル COA カルボキシラーゼなどが含まれる。 生卵白中のアビジンは、ビオチンに非常に強く結合するため、標的分子にビオチンを結合して、目印とし、これをアビジンで検出する方法が用いられている。血液検査で用いられる。そのため大量摂取している場合、実際には異常がないのに誤診されることがある。ビオチンの栄養状態を計測する指標として、血清ビオチン濃度があるが、軽度のビオチン欠乏には、 感度が鈍いため別の指標が考えられている。ビオチンは、哺乳類には生合成できないビタミンである。腸内細菌によるビオチンの合成だけでは、必要量に満たないとされており、食品からの摂取が必要になるが、様々な食品に含まれるため、通常の食生活では欠乏症は起こらない。抗成物質の長期服用は、理論的には、食事からのビオチン必要量を増加させる。 多く含む食材にはレバー、豆類、卵黄、酵母など。西洋では毎日食事から35から 70UG を摂取していると考えられる。日本では2014年以降、ビオチンを添加できる食品は母乳代替食品や保健機能食品のみとなる。以前は2003年から栄養機能食品のみに認可されており、 乳児のビオチン欠乏症が後を絶たず法改正が行われた。栄養機能食品では上限 500UG、皮膚や粘膜の健康維持のための栄養素だと表示できる。卵白障害とも呼ぶが生卵ジロの大量摂取によってビオチン欠乏症を生じることがある。ビオチンが生卵白中のアビジンと強く欠乏して吸収が阻害されるためである。 加熱した卵白は問題を起こさない。1日あたり10個以上の生卵を食用し続けると卵白障害に陥る可能性があるとされる。長期の抗転換薬の使用や血液透析も原因となる。肝硬変のような重度の肝障害でもビオチニガーゼの活性が低下し欠乏が起こることがある。また、長期の静脈栄養やビオチン含有の少ない 入児用の治療用の特殊魅力の使用も原因となる。ビオチン欠乏症の症状は以下。ビオチンが、糖心性、脂肪酸合成、アミノ酸代謝などに関与しているため、免疫やコラーゲン合成の低下を起こし、死老性死心や脱毛のような皮膚症状、感染症、神経炎が起こる。過剰摂取しても尿中に排泄されるため、過敏症はないとされる。 日本人の食事摂取基準では、ビオチンの上限量の設定はなく、十分なデータがなく 200mg といった、大量の投与でも健康を害した報告がないため、ビオチンの大量摂取によって、甲状腺ホルモンの検査方法に干渉し、実際には、甲状腺に異常がないのに、甲状腺機能更新症と判断される、検査値が出ることがある。服用をやめると、検査値は正常化する。 こうした検査には申告する必要がある。検査キットには5ラムでは8時間経過してから、検査を実施と書いてある製品もある。100から3 0 0ラムでは3日経過する必要がある。ビオチン欠乏では、動物実験で妊娠中の母体の胎児に、形態異常が起こる。マウスで、抗外裂、小額症、鳥では負荷の低下や体の異常、哺乳動物では、頭部や、 死死の形態の異常。また、ビオチン欠乏ラットで、インスリンの分泌能力が極めて低下した。糖尿病モデルのラットで、ビオチンの投与で、血糖値を低下させ改善する。大量投与では、哺乳動物での動物実験で、妊娠中では、胎児の吸収による、妊娠初期の肺脂肪や、 卵巣の萎縮が報告されている。先天性と栄養性があり、ビオチン代謝異常症と総称され、日本では合計100人以下と考えられる。脱毛、感染症が合併しやすい。先天性の原因には、ビオチニダーゼ血損症と、ホロカルボキシラーゼ合成酵素血損症ビオチントランスポーター血損症がある。いずれも遺伝子疾患で、 ビオチンの補給を継続すれば良好な経過をたどる。札幌市では、痙攣や意識障害を起こした新生児に検査を行っている。ビオチニダーゼ欠損症では、ビオチニダーゼの作用が利用できず、による食品からのビオチンを有利させ吸収できるように、したり、タンパク質と結合したビオチンを有利させて再利用できない。ビオチニダーゼ欠損症では、乳児期に、 痙攣や筋緊張の低下で気づかれる。難聴が起こることがある。日に 5mg-10mg を補給するが、多くの症例では、より少なくて済む。ホロカルボキシラーゼ合成酵素欠損症では、ビオチンをアポカルボキシラーゼに結合させ、ホロカルボキシラーゼとする酵素であり、生後に重篤なアシドーシスの症状を呈して明らかとなる。重症となりやすく、 尿への有機酸の排泄が特徴的で皮膚炎もある。これまでの全症例でビオチン大量投与が有効で、研究からホロカルボキシラーゼ合成酵素の活性が約100分の1と推定され、大量投与することで活性上昇できると考えられている。変異酵素の方によって毎日1 0ラムあるいは4 0ラム投与される。多くて1 0 0ラム。 ビオチン輸送単体欠損症でも多量にビオチンを補給する。栄養性ビオチン欠乏症では食物アレルギー治療用のペプチドミルク等の長期摂取が特に問題とされる原因となる。栄養性ビオチン欠乏症は皮膚炎、尿への有機酸排泄で気づかれる。特殊ミルクは様々な疾患用に調整された調整粉乳だが日本では欧米と異なり、 大部分の調整乳が国連と世界保健機関によるコーデックスの推奨量1.5、UG を満たしていなかった。皮膚症状は約9割に起こり、低体重や発達地帯は2割未満に見られた。ビオチン添加の法規制があったため日本でのみ見られる事態でビオチン添加の必要性が10年以上叫ばれ、2014年には意見書が提出された。2014年より、 法律上は母乳代替製品に対するビオチン添加が可能となったがカルニチンやセレンが足りていない製品も多く注意が必要となる。利用できる科学的証拠は乏しい一方でビオチンは髪や爪の問題に人気のサプリメントとなっており医師も使用を推奨することがある。アトピー性皮膚炎の患者の中にビオチンダーゼの活性が低い人が3から4%含まれており、 ビオチン濃度も健常者より著しく低いことがあり、1日後、ミリグラムのビオチンの投与で失神が消えることがある。ビオチンが欠乏した4人の症例報告は存在するが、ビオチンが正常な人ではデータは乏しい。爪の脆さの治療では数人規模の研究が複数ある。爪の脆さの改善に対してはランダム化比較試験による検証が必要となる。 2018年のシステマティックレビューでは、多くは先天性の欠乏症だが、毛髪の状態がビオチンによって改善されているという小さな研究がいくつもあり、ランダム化比較試験による検証が必要となる。例えばバルプロ酸使用者と健康な人でビオチン血中濃度とビオチニダーゼの活性は正常な範囲で違いもなかったが、 バルプロ酸使用者で脱毛症が見られた人々に1日1 0ラムのビオチンを服用させたところ3ヶ月以内に脱毛症はなくなった。糖尿病では血糖値を改善したしなかったという両方の研究結果がある。手のひら足裏の放症症骨関節炎では血清ビオチン濃度が健康な人の半分でしばしば糖尿病を合併しているが ビオチンの投与によって皮疹が改善し血糖値も低下する。血糖の調整に関与している可能性もあり、調査が求められる。特に、手のひら足裏脳包症と感染に対する、ビオチン療法は、東北大学皮膚科の牧野義夫とその内科の前橋、県が共同研究してきたものであり、タレントの手のひら足裏脳包症の治療で報道され、注目を集めたこともある。 多発性硬化症に対しての13名でのランダム化比較試験で1日 100mg3 回摂取し偽薬と比較して有効であった。ありがとうございます。